ニコニコ超会議2019、2日間行ってきました。エーネネスと申します。この動画ではコスプレのやり方、および撮影のやり方を中心に解説します。コスプレをしたままの来場および退場は禁止なので、必ず一般人偽装をしましょう。コスプレ登録証を1500円で購入する。そして着替えに行く。部屋はブルーシートが敷かれているだけ。机や化粧台がないから化粧は家でしてきた方がいい。僕は普段化粧に30分以上かかるから、もし机や化粧台がない場所だったらもっとかかる。しかもかなり混雑しているから回転率も考慮して化粧を家でしてきた。5分くらいで衣装に着替えて部屋を出たぞ。そして今回のコスプレはこちら。中二病系男の子社名丸あや。注目すべき点はパナソニック 4K ビデオカメラ GoPro Hero 6 14万で買った X100F。 14万。このコスプレは可愛いコスプレイヤーを撮るためのコスプレ。バッチリ写真に収めますよ。おお、ええやん、気に入った。最後に持ってきたトランクを預ける。コスプレ登録証の料金に含まれてるから安心。それでは入場口に向かいましょう。はい、もう入れましたわ。去年なんかめっちゃ混雑してて、入場口が見えるまで20分ぐらいかかったのに。今年は混雑が少ない理由を知っている方はコメントで教えてね。あと去年は謎肉を買いに行ったんだけど売り切れてた。30分で完売したらしい。今年はあるのでしょうか。お願いします。やったぜ。もうほんと嬉しい。聖地巡礼ゆるキャンシリーズでは毎食日清のカップヌードルを食べてたから、謎肉が手に入って超嬉しい。どうも、はじめまして。ああ、マツコさん、何ですかそれ。これですか。ああ、いや、ただプライベートで来てるだけなんですけど。ああ、そうなんですか。プライベートで来てる。ああ、もう本当にさ、何なんそれ。もういろいろとおかしいから。謎肉もさ、ちゃっかり持って、はい、やっと買いました。これ去年の雪辱なんですよ。あ、去年30分くらいで終わっちゃったもんね。はい、買えなかったんですよ。今年もこれもらいに来たんで。じゃあまず、はい、名刺を。あ、ありがとうございます。片手で、片手失礼します。ありがとうございます。これがグリーンバックの素材に使えるという。ありがとう、ありがてえ。じゃああと、もうサイン入りガムテープバージョン2.0もあるのに、はい、まだ欲しいと。多分1万もらえるぐらいまで行きます。じゃあ今日、1つで。今日1つですか。はい、1つで。なんで1つなんですか。今日は超会議だからね。あ、そうなんですか。それでいただきました。ああ、1ゲット。ありがとうね、今日来てくれて。また Q の方でやると思うんで、皆さんどうぞ楽しんでってください。どうもありがとうございます。2日間で8人の方が会いに来てくれました。ありがとうございます。僕は聖地巡礼シリーズを投稿してるんですけど、巡礼中は基本的に時間が押してたり、
長距離行軍でめちゃくちゃ疲れている時があるから、できればこういうイベントかオフ会で会いに来てくれると嬉しいです。ズンビール。東方の原作者ズンさんはビールが超好きということで、東方ブースの真ん中にドーンと出店している。ズンさんの武勇伝を見るとほとんど酒の話しかない。それはさておき、東方がなぜ人気かというと、二次創作物を容認しているからである。それにより東方を題材にしたたくさんの創作物が世に出て人気を築き上げた。キンキンに冷えてやがる。 ありがてえ。東方に乾杯。犯罪的だ。うますぎる。染み込んできやがる体に。超コスプレエリア、自作コスプレアイテム体験コーナー、一人で来ても写真を撮ることができる。すいません、撮ってもらってもいいですか？わかりました。お願いします。システムコマンド、オブジェクト ID エクスキャリバーをジェネレート。コマンド一つで伝説の武器を召喚か。運営のお姉さんが面白くて、わざわざローアングルから撮ってくれる。はい。他の人が撮ってくれる写真って撮り方が違うから新鮮。ありがとうございます。終了1時間前に撤収。駅が混むからね。1日目の戦利品、ライブダムのバッグをゲット。カラオケ行くって言ったらダムの直営店行くくらいダムが好きだから超嬉しい。東方の内輪も入ってる。ダムさん分かってる。愛ちゃんも可愛い。そして謎肉、超嬉しい。超会議2日目、コスプレイヤーをメインに撮影する。超会議ではそこら中にコスプレイヤーがいるが、主に2種類のタイプに分かれる。撮影 OK な人か撮影 NG な人。撮影 OK な人はコスプレ推奨エリアに集まっている。スマートフォンのカメラでも撮影できますか？できます。結構多くの方がスマートフォンで撮影してるから大丈夫です。デジタルカメラとスマートフォンの綺麗に写す基本的なやり方があって、
デジタルカメラでは顔にピント合わせること、スマートフォンはレンズを磨くこと。こんな感じで写真がぼやけたり光が拡散している場合は綿棒に歯磨き粉をつけて磨く。こういう基本的なことができるだけでだいぶ違ってくる。あとスマートフォンと高価なデジタルカメラの違いは何かを説明する。このように X や F だと遠くのものはぼやけて映る。つまり遠近感が分かりやすい。逆にスマートフォンのカメラはべったりとしている。次に撮影の流れを説明する。よろしくお願いしますで挨拶して写真撮影、全身撮って、まあアップ撮ってみたいな感じ。名刺、まあ、僕は持ってるから名刺を渡してインターネットで公開していいか聞く。そしてありがとうございました。これだけ。一番重要なのはインターネットで公開していいか聞くこと。撮影 OK な人でもインターネットで公開していいかは別の話。今回9組全員に聞いたところ、6組は OK、 残りの3組は Twitter のダイレクトメールで写真を送って大丈夫だったら公開 OK。 その3組に送ったところ、1組は無修正でも公開 OK で、残りの2組は加工したものなら公開 OK とのこと。その残りの2組に関しても全体的に光の加減が強くなった感じだけの加工と、髪が服にかかっている部分など細かい修正加工をしているものがあって、人それぞれこだわりが違うと思った。ただ一人に綺麗に見せたいという気持ちがすごく伝わってきた。もともと可愛いのにさらに可愛くなるんだからすごいと思った。そういうこだわり尊敬します。ということで、インターネットで公開していいか聞く、これが一番重要。それでは写真撮影を始めましょう。幼女戦記のターニャちゃん、雰囲気外国人っぽくて完成度高かった。可愛い中にかっこよさがある。映画も見に行ったくらい幼女戦記ほんと好きでね、好きすぎてツーショット撮影お願いしたんだよ。幼女じゃない、幼女戦記、これはこれでありだよね。ほんとありがとうございました。リアルキートくんかっこいい。何より眼力がすごい。あと剣もよくできてる。やっぱさ、ニコニコ三大コンテンツといえば東宝プロジェクト、アイドルマスター、ボーカロイドだよね。プロジェクト D はやるくらいには好きなんだよ。お人形さんみたいで神秘的に可愛い。そしてリンちゃんとレン君、双子キャラだから一緒に合わせてるのがポイント高い。しかしどの曲の足かまでは分かんなかった。にわかですまん。目大きくて可愛い。こんなうまい絵をたった20分で描いたという。さては時間止めましたね。みょんちゃん超かわいい。東宝新作で用務直参戦、万事おめでとう。ガチの東宝ファンじゃん。弾幕シューティングって避けるのむずくて僕はやめちゃいました。東宝の主役キャラ、なぜか真ん中に入るやつ。違うんだよ、最初はスリーショット撮りたくてマリシャちゃんの隣に移動したら真ん中に入っていいよって言われたから、カメラマンが真ん中に行っちゃったの。主役キャラより目立つカメラマンってなんだよ。しかもスリーショットの願いして OK 出たから、三脚を準備しようと思ったら隣にいたリゼロンレムちゃんが撮ってくれるっていうの。女の子3人がわざわざ僕のために。あ
ありがてえ。圧倒的感謝。普段迷彩色の服を着てサバイバルやってるからなおさら嬉しい。超会議超最高。おお、すげえ。なるほど、これでねズームしたりできるっていうのがいいんだ。そうそうそう。おいくらしたんだっけ？16です。で、ストロボが4万。合わせて20万だ。まあ、これマジでおすすめっすよ。本当に？もう買おうかな。ありがとう。ストロボのおかげか、瞳の赤が綺麗に映り、中二病っぽさが出てすごくいい。めちゃくちゃ有名なコスプレイヤーで、囲み撮影になるくらい。しかも、撮影データの投稿は52とのこと。さらに名刺を配ってたからちゃっかりもらっちゃったんだけど、すごかったよ。両面印刷されてて、裏面は大きい写真。もうね、芸術的。ズダさん、撮っていいですか？行こうか。行きまーす。土星エンジン見せてください。あ、すごい作り、かっこいい、すごい。ありがとうございました。あのインターネットとかに、公開しても大丈夫ですか？もちろん。あ、ありがとう。あ、しゃべった。という感じで、とても楽しいニコニコ超会議2019でした。みんなも興味があったらコスプレしよう。それではご視聴ありがとうございました。